紹介試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから 散歩しましょう。日本語能力試験、懲戒 N2。これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。 問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから、 話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番大学でダンスサークルの男の学生と女の学生が話しています 男の学生は今日何をしますかおはようございます。おはよう。ちょうどよかった。頼みたいことがあるんだけど。あ、そのポスター。来週のサークルの紹介でやるダンスのお知らせですね。新入生勧誘のための。掲示板に貼るんですかうん。その前に学生課で掲示の許可をもらわないといけないから今から行くんだ。そうなんですか。 後で貼るの手伝いましょうか。これは一人で大丈夫。別にチラシも作ってあるんだけど、それを今日大学の中で配る予定なんだ。その時何人か必要だから手伝ってくれるはい、わかりました。僕たちのダンスを見て新入生がたくさん入ってくれるといいですね。そうだね。 男の学生は今日何をしますか 2>, ?2 番駅の窓口で女の人が電車の切符を買おうとしています。女の人はどの切符を買いますか あの明日西川まで行きたいんですけどあちらに3時半までには着きたいんですねであのどの電車がいいのかなと思ってあの新幹線でもえーっと新幹線ですと西川に行く場合北山で普通列車に乗り換えていただくことになりますねでなければ 特急を利用するかですね特急ですとここから西川まで1本ですねそうですかあの私乗り換えは間違えないかといつも心配でじゃあ乗り換えはなしでそうしますとえー、っと15時半に西川駅着,着となりますとうーんあ13時40分の特急ですね 指定席ですがああもう禁煙者はいっぱいですね喫煙者でもいいですかいやタバコは困ります私わかりましたじゃあ自由席になりますねすいませんが申し込み用紙に記入して窓口までお持ちくださいはいじゃあそうします 女の人はどの切符を買いますか三番会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後まず何をしますか 田中さんが今月いっぱいで退職するから、みんなで何かプレゼントしようと思ってるんだけど。ああ、いいですね。何がいいかな何かリクエストがあるか聞いてみようと思ってるんだけど。田中さんって何か欲しいものないって直接聞いても、いいですって言いそうですし。あ、そうそう。この前、鍋のいいのが欲しいとか言ってなかったっけ料理教室に通い始めたからって。そうでしたね。 ああ、でも、もう買っちゃったってこともあるから、それとなく本人に探ってみてよ。それでまだだったら、鍋にしようよ。そうですね。今日のランチの時にでも。うん。頼んだよ。プレゼント代はその後でみんなから集めて。もしお金が余ったら、それで当日花を買おう。はい。花の注文も私の方でします。 女の人はこの後まず何をしますか四番女の人が新しい商品の紹介をしていますよく頭が痛くなる人はどの商品を選びますか こちら、新発売の中国茶をご案内します。今回、皆様にご紹介いたしますのは、月、星、虹、空のお茶の4種類でございます。さ、どうぞ召し上がってください。えー、月のお茶は、体を温めてくれます。体が冷えやすい方に向いています。星のお茶は、パソコン等の見すぎで、目が疲れている方。虹のお茶は、 頭痛ででお悩みの方に最適ですなかなか眠れない方には空のお茶がおすすめですよく頭が痛くなる人はどの商品を選びますか 5番大学の事務室で男の学生と職員が話しています。男の学生はこの後、まず何をしなければなりませんかすみません。学生証をなくしたんですが、再発行をお願いできますか再発行には手数料が1000円かかります。あと、写真が1枚必要です。えー、それから再発行すると、 これまでのものはもし見つかっても使えませんので。はい。手数料今払います。写真も持ってきました。じゃあ、先に写真いただきます。それから、こちらの再発行の申込書を書いてもらえますかはい。あ、住所や電話番号は変わってませんか変更がある場合は先にその変更届を出してもらわなくちゃいけないんで。入学した時から変わってません。わかりました。えー。 手数料はここではなく会計課で払ってもらいます。申し込み書の記入が済んだらコピーをお渡しするので、それを会計課に持って行って手数料を払ってください。はい。明日以降、こちらで領収書と引き換えに新しい学生証をお渡しします。男の学生はこの後、まず何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。1番。1> 郵便局で女の人が荷物を送ろうとしています。荷物はいつ届く予定ですか これ明日までに届きますかちょっとお待ちください。あ、明日は無理ですね。じゃあ、明後日になるの食べ物なんですけど、困ったな。仕方がないわね。すみません。あの、時間の指定はどうされますか一番早いのは午前中ですけど。じゃあ、早い方がいいんで、それでお願いします。はい、午前中ですね。 待って、留守にしているかもしれないし、やっぱり夜8時以降で。はい。荷物はいつ届く予定ですか 2>, 2番テレビでアナウンサーと男の人がサッカーの試合について話しています。男の人はチームグリーンが勝った理由は何だと言っていますか のの山田さんん今日の試合ご覧にななってどんな感想をお持ちですかそうですね。試合前はチームブルーに技術的に優れた選手が多くて楽な試合だろうと思われてたのですが意外でした。選手一人一人の体力の差が出ましたね。そうですか。チームグリーンは監督が盛んにベンチから指示を出してましたが、それはいかがでしょうか試合が始まったら 選手自身の判断が大事なんです。監督の声はほとんど聞こえないんですよ。そうですか。これはどのチームでも言えることです。今日は蒸し暑くてチームブルーは途中から足が止まってしまいましたが、チームグリーンは最後まで運動量が落ちませんでした。なるほど。それが勝敗を分けたんですね。ええ、そういうわけです。 男の人はチームグリーンが勝った理由は何だと言っていますか ?3 番女の人と男の人が地域の日本語教室について話しています男の人は この教室のどんなところがいいと言っていますかリーさん 日本語を前よりスラスラ話せるようになったね。ありがとう。最近、週に一回、仕事が終わってから、日本語教室に通ってるんだ。そうなんだ。仕事が忙しい時もあるから、都合のいい日が選べたらいいんだけど、曜日が決まってて、その点はちょっとね。でも、いい教室だよ。へー。先生、教え方うまいのあ、教室って言っても、先生に日本語の文法とか言葉とかを習うんじゃないんだ。え、どういうことうーん。 イベントの計画や準備を通して日本語を使ってみるっていう教室なんだ。例えば、来月はみんなでバーベキューに行くんだけど、どこに行くか相談したり予約したり、そういうのを自分たちでやるんだよ。だから、実際に使う表現が覚えられるんだ。へえ、面白そう。他の参加者の言い方を聞いて学ぶことも多いよ。参加者にはいろんな人がいるから、中にはあまり気が合わない人もいるんだけどね。そうなんだ。 男の人は、この教室のどんなところがいいと言っていますか四番女の人が、スーパーの求人のチラシを見て、電話しています。女の人は、 どうして応募しないことにしましたかはいスーパー山田求人受付です 求人のチラシを見てお電話したんですが、桜店のレジのアルバイトはまだ募集していますかえっと、実は桜店はすでに採用が決まりまして、募集を終了いたしました。同じ市内の南店でも募集していますが、そちらはいかがでしょうか。仕事はレジの他に車での配達もお願いすることになるんですが。そうですか。桜店は家から近いのでお電話したんですが。 南店だとちょっと遠いけど、なんとかなるかな。仕事は、レジでも配達でもいいんですが。自動車の免許は持ってますかトラックとかではなく、普通乗用車の免許ですが。それで大丈夫です。それと、南店は主に週末勤務となりますが。勤務日はその方がありがたいですが。うーん、ただやっぱり、もともと通いやすい場所で探してたので、すみません。 今回はやめておきますそうですかまたご縁があればよろしくお願いします女の人はどうして応募しないことにしましたか 5番。テレビでアナウンサーが話しています。明日の東京の天気はどうなると言っていますか明日です。 木曜日の東京は雲一つない爽やかなお天気となっていますが、明日の午前中までとなりそうです。現在、南の海上に熱帯低気圧が発生しています。この影響で、週末は荒れた天気となるでしょう。東京は明日の午後から曇りとなり、明後日は朝から雨が降ったりやんだりの天気となる見込みで、夕方には大雨に変わるでしょう。

こちら、昨夜火事がありました現場です。台所の窓が黒く焦げて、2階の部屋のガラスも割れています。この家には子供2人と両親の4人が住んでいました。逃げる時に母親が軽い火傷を負い、近くの病院で手当を受けています。現在、火事の原因を調査中ですが、1階の今と台所が一番ひどく燃えています。 今に置いてあったストーブにカーテンが触れ火がつき燃えたものと思われます火事の原因は何ですかここでちょっと休みましょう。 また続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番テレビ番組で 歌を聴いた後、司会の女の人が男の人に感想を聞いています。ありがとうございました。田中先生、感想をお願いします。はい。歌うことには慣れてるみたいだね。なんていうか、学校の発表会で歌の上手な子が歌ってるって感じ。でも、 それ以上じゃないんだよね。心に残る人の歌っていうのは、やっぱりこう、印象に残る何か強いものを感じるんだよね。上手い人はいくらでもいるんだから、上手いっていうだけじゃ。男の人はどのように思っていますか一。1> 1歌が上手で。 印象に残る。2>, 2、歌は上手だが印象が薄い。3、歌はまあまあだが印象が強くていい。4、歌が下手で印象が薄い。 2番。2> テレビで男の人が話しています私も65歳を過ぎて定年を迎え、年金をいただく年になりました。妻はまだ働いてるんですけどね。昔は、定年になったら大好きな趣味、あ、釣りなんですが、釣りを思う存分楽しみたいと思ってたんです。ところがある日、 仕事で忙しい妻のために夕飯を作ったら、思った以上に喜んでもらえて、やりがいを感じていろいろ作るようになりました。自分なりにいろんな工夫ができますし、掃除や洗濯だってそうなんですよ。ちょっとした気づきや発見もあって、妻に代わって張り切ってやってます。今では釣りに出かけても、釣った魚を見て、今晩は何にしようかなと考えるようになりました。 男の人は、主に何について話していますか ?1、1> 年金だけで生活することの難しさ。2>, 2、働いている妻への感謝の気持ち。3、思う存分趣味を楽しめる喜び。4、 家事をすすることのの面白さ3番ラジオで女の人が話しています以前は代表的なペットといえば犬でしたが最近発表されたペットに関する調査によると犬を飼う人が減ってきているそうです。 これには家庭環境の変化や経済事情が関わっているみたいですね。共働きの家庭が増えて散歩に連れて行く時間が取りにくいとか医療費などお金がかかるといったことから買いたくても買えないという人が増えているんだそうです。私自身も可愛い小型の犬を飼いたいと思うこともありますが一人暮らしで出張が多いことを考えるとなかなか決心がつきません。 女1人気があるペットの種類 2, 2ペットの健康の維持3犬を飼う人が減っている理由4 一人暮らしの人が飼いやすい犬4番テレビの子供向けの番組でアナウンサーが話しています春に野原や公園で咲くタンポポの花、かわいいですよね。咲き終わると 真っ白な綿毛になって、種をつけてふわふわ飛んでいきます。軽いので、風に乗って遠くまで運ばれます。植物は、動物のように歩けないので、いろいろな方法で仲間を増やすんです。他にも、種に甘い塊がついていて、釣られてやってきたアリに運んでもらう植物。あるいは、実に棘があり、動物の体にくっつきやすくなっていて、種の移動を助けてもらうものなどもあります。 この話のテーマは何ですか 1, ?1 植物の種の運ばれ方 2, 2植物の種に含まれる成分3タンポポの種の飛び方4アリが植物の種を運ぶ理由 5番。ある市の議会で議員が話しています。ええー、5年後にこの山川市で陸上競技の全国大会を開催することが決まっていますが、そのために新しい競技場や選手の宿泊施設を作ろうという意見が出ています。そういった声も理解できますが、市内には古くなってきた道路や橋があり、以前から危険が指摘されています。 歩行者や車がスムーズに通れず、事故を招く恐れがあり、早期の整備が必要です。競技場は予定されている施設で対応できるはずですし、宿泊施設は足りなければ周辺の自治体に協力を依頼するなど、他の手段があります。歩行者や車両の安全の確保を急ぐべきだと考えます。 議員が言いたいことは何ですか 1, ?1 競技場を建て替えるべきだ 2, 2選手の宿泊施設を作るべきだ3古い道路や橋を整備すべきだ4別の自治体で大会を行うべきだ 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。1番。1> あの、もう少し、音、小さくしていただけると助かるんですが。1。あ、すみません。気がつかなくて。2>, 2。そうしていただけますか ?3。 おかげさまで助かりました。2>, 2番。さっき見た映画いまいちだったね。1。1> 最近では一番良かったよね。2>, 2。ほんと、期待してたのにね。三。もう一回見たいってこと 3番、どうもご迷惑をおかけしましたはいおかげさまで 2> 2いいえとんでもないそうですかよかったですね4番あれ ここにあったノートパソコン知らない 1, ?1 ああ、あれはいいパソコンです。二、あ、会議室で見ましたよ。三、私には難しくて使えません。五番 高木さん、今度のスピーチ大会、学校の代表に選ばれたからには、頑張ってくださいね。1、次は選ばれるように頑張ります。2>, 2、選ばれるかどうかわかりませんが。3、3> 精一杯やろうと思います。 6番。約束の時間過ぎたのに森くんまだ来ないね。森くんが遅刻なんてありえないよね。1。森くん、よく遅れるもんね。2>, 2。森くん、遅れるって言ってたの ?3。3> 森くん、いつも時間守るのにね。 7番。松井さん、そのデータの入力が終わり次第、会議の資料を印刷してくれる 1>, ?1。終わったんですね。ありがとうございます。2。2> 入力は途中まででいいんですね。3。あ、終わったらすぐやります。 8番。次の試合の相手、去年優勝した選手なんだ。負けるに決まってるよ。1>, 1。勝つ自信があるんだね。2。2> やってみなきゃわからないよ。3。負けちゃったの残念だね。 9番。全員が揃ったところで始めることにしましょうか。1。はい。あと5人ですね。2。2> はい。会議室にしましょう。3。はい。2時間ですね。 10番。駅前にできたレストラン、行ったことある ?1。ああ、あそこ、まあまあですね。2。2> ええ、新しくできるようですね。3>, 3。いえ、まだだそうですよ。 11番。うわー、見て、この北海道ツアー安い。休みさえあれば絶対行くのにね。1。今休むのは難しいよね。2。2> いいな旅行に行くんだね。3>, 3。ほんと、料金が安ければね。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを 一つ選んでください。では、始めます。和菓子の店で、店長と店員二人が話しています。新商品の和菓子セット。もうちょっと売り上げを伸ばせる商品かなと思ってるんです。お店に来たお客さんに買ってもらえるように、 何かいい案はないですかそうですね。12月に入って年末の帰省のお土産を探しに来るお客様が増えてきているので、そのような方の目を引くように、店内に帰省のお土産にどうぞって貼り紙をしてみてはどうでしょうか確かに、そういう時期ですね。貼り紙ならすぐにできそうですし。あの、商品自体をもっと目立たせたら、年末だけじゃなく、その後も効果があると思います。 放送を可愛いデザインのものに変えて成功した和菓子店もありますよ。そういうのはどうでしょうかそうですね。放送を変えるのはお金がかかりますね。目の前の年末の時期に選んでもらうことを考えた方がいいと思います。近所の家のポストにチラシを配るという手もありますよ。それができたらいいですね。ただ、忙しい時期だからチラシ作ったり配ったりするのは大変ですね。あとは、 商品をもっと目立つ場所に置けたらいいと思いますが。うーん。今置いている場所が一番いい場所だと思うから、お金と手間をかけずにできることをやりましょう。新商品がもっと売れるようにどうすることにしましたか ?1。1> 店内に宣伝の張り紙を貼る。 二、放送のデザインを変える。三、近所の家にチラシを配る。四、<4 S 2> もっと目立つ場所に置く。まず、 話を聞いてください。それから二つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。ラジオでイベントの紹介を聞いて、 女の人と男の人が話しています。南市内で夏休みに行われる自然と科学のイベントをご紹介します。子供未来館では人型ロボットの紹介が行われます。ロボットに話しかけて交流することもできるそうです。南大学では気象観測の体験プログラムがあります。気象の変化に関する実験をしたり、 天気予報の仕組みを学んだりでできるそうです中央図書館では星の観測の歴史をテーマにしたセミナーが開催されます昔の人は星空を見てどんなことを想像したのでしょうか自然科学館では薬の材料として使われる植物を観察するツアーがあります詳しい情報はそれぞれの施設のホームページでご確認ください 夏休みに小学生の甥いが遊びに来るから、今言ってた天気予報のプログラム一緒に参加するんだ。へえ、そうなんだ。ロボットのも喜びそうだと思ったんだけど、調べたら予定が合わなくて。そっか。星空のセミナーとか薬の植物のツアーも面白そうだよね。今度一緒に行かないうん、いいよ。植物の観察も面白そうだけど、昔の人が、 夜空を見て何を考えてたのかっていうのに興味ある。じゃあ、それにしよう。いつやってるのか調べてみるよ。質問1。女の人は小学生の老いと一緒にどこへ行く予定ですか 2二人は一緒にどこへ行こうと言っていますか